ラーコーツ・ジェルジ2世は、ハンガリー人のトランシルバニア公、トランシルバニア公ラーコーツ・ジェルジ1世と、その妻ロラントフィ・ジュジャナの息子。ハンガリーのシャーロシュ・パタクに生まれ、父の存命中の1642年2月19日に、トランシルバニア公に選出され、1643年2月3日に、バートリケ出身のバートリ・ジョー・フィアと結婚した。 ジョーフィアは結婚に際し、シュート目のジュジャンナによって無理やり、ローマカトリックから婚家が進行するカルバン派に改修させられた。ジョーフィアは1645年、後継ぎ息子のラーコーツィフェレンツ一世を設けた。1648年10月に父の後を継いで即位すると、まず父のポーランド遠征の野心を実現しようと考えた。 ポーランドへの侵攻を見据え、ジェルジ2世は、ウクライナコサックの平地マンボフダンフメリにつき、モルダビア港、バシーレルプ、バラキア港、マテーバサラブと同盟を結んだが、1656年の、下半期に、ラドノと条約が成立するまで、軍事行動に出ることはなかった。1657年の年明けになって、スウェーデンオカール10世。 グスタフの同盟者という形で4万の兵を率いて、ポーランドに攻め入り、ポーランド王や二世カジミエ首都退治した。近隣諸国画から一斉に攻め込まれた、ポーランド・リートアニア共和国は、大洪水と呼ばれる大混乱状態に陥った。ジェルジ二世は、クラクフを占領し、スウェーデン軍と共に、ワルシャワに入場したが、間もなく、 形成フェリに陥った同盟者たちはポーランドからの撤退を始めた。7月、ジェルジ2世の軍勢はチャルヌイ・オストルフの戦いでポーランド軍に敗北。ポーランドからは捕虜とせずにそのままトランシルバニアに返されるといった最大の屈辱を味わった。そして11月3日、オスマン帝国の命令を受けたトランシルバニア議会から 不面目な戦争を行った責任を取らされ、廃位され、フェレンツ・レーディが即位した。しかし、翌1658年には、メジェスで開かれた議会で、ジェルジの福井が宣言され公くらいに復帰した。直後に、オスマン帝国大最小の命令で、再び廃位された後、1659年に、何事もなかったように三度目の復帰を果たしたが、 オスマン帝国がトランシルバニアに攻め入り、1660年5月に起きたジャルの戦いで負傷したジェルジ2世は7月7日にナジバーラドで死去した。オスマン帝国はバルチャヤーコ氏をトランシルバニア公に即位させたが、反対派は懸命にアーノ氏を擁立して対抗、オーストリアに援助を求めたため、公くらい継承の混乱が起こった。この記事には、 アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含むチズム、ヒュー、エイド、ロコジー。エンサイクロペディア・ブリタニカ、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス。ありがとうございます。